AI、IoT の急速な発展により、社会や企業にデジタル化導入が進められる今、北陸先端大では地域にさらなる促進を図りたいと、デジタル化支援センターを設置しました。センター長を務める次世代デジタル社会基盤研究領域の丹康夫教授は、このデジタル化の波は全ての産業に関係し、乗り遅れないことが重要だと話します。今までだとこのコンピューターとか通信とかと全然関係なかったような業界まで、全ての業界に対してやっぱりそのデジタル化の波が来ると、業界単位でですね、デジタルの力を借りないと今の時代についていけなくなるというようなこの変化が起きますので、IoT と言われるようなものが実現するためにはもともと AI の技術が必要で、この2つっていうのはあれなんです、くっついてるんです。でこういうようなものを組み合わせていくと、そうするととてもいい IoT のシステム、その中には AI も含んで、でそうするとですね、これが今までの情報の産業だけではなく、農業ですとか教育現場ですとか医療の、あるいは介護の、こういうようなところの働き方を大きく変えるぞと、社会の在り方とか人の一生のモデルというようなものが大きく変化を遂げるだろう、これがですね、デジタルトランスフォーメーションですね。この北陸地域のですね、ものづくりをするような会社さんが多く存在していらっしゃいますけれども、そういうような方々っていうのをこう、そのデジタルの波に乗れるように支援すると。センターでは AI、IoT 技術のほかにもネットワークやクラウド、セキュリティ、ブロックチェーンといったあらゆる分野に精通しており、企業それぞれの課題解決につなげる技術の導入方法についてサポートしていきます。例えばうちの会社でこういう新しい製品を作りたい、あるいはそのいわゆる世の中の IoT 化とかデジタル化の波に乗ったような製品を作りたい、あるいはその会社さんの生産性を向上させたい、こういう課題感をこう持っている、そういう会社さんのそれの担当の方がうちのジャイソ側のこのデジタル化支援センターの方に来ていただきまして、その方が抱えている課題を僕らがアドバイスをして解決をしましょう。それでこれで成功体験積んでいただくと、でこういうふうにやればこういう課題は解決できるんだというのが分かったら、もうそれで会社にお戻りになった後、同じような問題に関しては自発的に社内だけで、あるいはどういうふうに発注をすれば問題が解決するのか、そういう力が身につく。センターの開発支援では、最適なシステムデザインの調査やシステム設計、ソフトウェア開発方法論の指導により、デジタルトランスフォーメーションを推進する人材育成を目指します。デジタルの波は社会基盤整備にもすでに取り組まれており、国のデジタル田園健康特区に指定される加賀市は日本で先駆けデジタルの社会実装に取り組みます。数年前から丹教授もそこに加わり、市民の生活の質の向上や地域課題の解決に挑みます。次世代通信基盤というのを数年前に丹先生と出会ったことがあって、 Wi-Fi ヘイローと従来 その通信の Wi-Fi の新しいものでして、多くのような支援で通信ができるというのを実証して、で今年度公民館とか公共施設とか Wi-Fi ヘイローというものを入れることで、その通信をより次世代のものとして丹先生と一緒に今年度やらせていただいていると。全てはその人口減少に歯止めをかけるというところなので、デジタルインフラ、その土台ベースを役所は作って、その上で事業集積をして参入して賑わうっていう形が、人口も増えていく当初の課題である人口減少というののところに対策ができると思うので、今その気候変動の問題ですとか、エネルギーの問題ですとか、食料の問題ですとか、こういうような問題っていうのをこの減りゆく人口の中で解決していくっていうのは、これはもう ICT の活用しかないんです。人間が今までやらなきゃいけないと思っていた分野っていうのは、どんどんともう機械に渡してしまえるっていう、そういう状況が生まれています。その人の仕事っていうのは、もう全然違う、またもうちょっとクリエイティブな仕事とか、あるいはもうちょっと人間と人間同士の間でのその感情を伴うようなところの仕事とか、そういうところに移ることができるんですね。そういう社会に向けて、今、基礎的なところっていうのを構築中だっていうのが、それが今の状況です。